本音で生きないと幸せにはなれないそういうことですよねはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカッチです今日も来てくれてありがとうございます突然ですけどあなたに質問です本音で生きずして生きる意味はありますか僕は本音を隠してまで生きる意味はないと思ってます なぜなら幸せになれなれいからです先日そんなメッセージを込めた動画を配信したらなんと低評価が600つき460件のコメント僕の返信も含めて460件のコメントそしてこれまで投稿した400動画の中で一番高い視聴数になりました。 まだだの方はそちらをチェックしてくださいたくさんコメントをいただきました読みますねみんなが本音で生きたら社会がめちゃくちゃになる本音は言いたいだけど周りが怖くて言えない言いたいことを言ったら人間関係が壊れる すべての人間が輝いていきたいと思っていない本音で生きるなんて極論を言うなみんな我慢して生きてるんだよ自分だけ勝手なことを言うなお前おかしなことばっかり言うて病院に行けたくさんのコメントありがとうございます何名かの方とはコメント欄でやり取りさせていただきました そしてて自分ででも考えてみたんです。本音で生きるっていうのは難しいことなのか無理なことなのか不可能なことなのか現実離れしていることなのかな考えてみましたでもねどれだけ考えても本音で生きることなしに 幸せになることはないと思ってるんですありえないと思ってるんですだから今回は改めてなんで本音で生きないと幸せになれないのかそして本音で生きるというのは具体的にどういうことなのかこの二点をどうしても伝えたいと思ってマイクを持ってます この動画を最後まで聴いていただけたら幸せになるために大切なことが分かりストレスなく自分らしく生きられるようになりますので最後までご視聴くださいこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きる本音を選択して生きるそのための考え方生き方行動習慣を紹介してます興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッて押してください はいということで、えー、早速本題に入っていきたいんですけどもまずはなぜ本音で生きないと幸せになれないのかそれを考える前に本当の幸せってなんだろうってことですよねこれはもしかしたら幸せっていうのは人それぞれ違うのかもしれません えー、僕はこれまで40年間生きてきてそして1万人の方に生きる力を育むそういう教育を提供していく中で本当の幸せはこれだっていうのは見つかったんです行き着いたんです本当の幸せとはありのままの自分を肯定し最高の自分を表現することありのままの自分を肯定する そして最高の自分を表現するこの二つが幸せになるために大事だと僕は行き着きました一つ目ありのままの自分を肯定する自分なんて嫌いやどうせ無理やあいつらが悪い最悪な環境上司あの上司が変わったら幸せになれるのにな こんんななな感じで自分をを否定ししてて環境を非難ばっかりしてたら幸せになれないんです今の自分のそのままいいところも悪いところもあるできることもできないこともある長所も短所もあるそのまま丸ごと認める受け入れる肯定するそして与えられている今のこの環境に感謝するそれがまずは大事です まずそのありのままの自分を肯定するこれなしにだったら一番になってもお金持ちになっても可愛いい姉ちゃんと結婚しても幸せにはなれない満たされないんです心のエネルギータンクの底に穴が開いてる感じどれだけ入ってきても抜けていく満たされない幸せになれない2二つ目最高の自分を表現する 未来に対する不安もなく過去に対する後悔もない今というこの現在この瞬間に自分の全てを投入するありのままの自分の全てを使ってる感じ没入。 投入ですなんというかもう,夢中ですよ、ね、もうあっという間に時間が過ぎたっていうかもう全てとつながっている感覚スポーツ選手で言ったらゾーンとかフロー状態そのような言葉で表現されますそのフロー状態最高の自分を表現しているその瞬間に人間は最も幸福感が得られるそのように心理学者の筑ンとミハイ教授は提唱してますどうでしょう皆さん そんんな感覚ありませんかもう結果が出るとか結果が出ないとかもう全く気にしない今というこの瞬間に夢中になっているもう没入している感じですよ、はい、あの時になんだろう,うまくいくうまくいかんとか関係なしに,ですよ関係なしに幸せやなとか喜びやなって感じません僕はねそうなんです今というこの瞬間自分の最高を表現して皆さんにメッセージを伝えている最高に幸せです こんな感じで本当の幸せを手に入れるためにはありのままの自分を肯定するそして最高の自分を表現するこの二つが大切だと思ってます言い換えれば自分の本音を選択して夢中になって生きることそれが本当の幸せではないでしょうかもちろん幸せというのは人それぞれ違うと思います でもそ,の人それぞれ違うものであったとしてもその幸せって何なのかそれを明確に言葉にするということは大事かなと思っているんですそしてオカッチは本当の幸せとはありのままの自分を肯定し最高の自分を表現することつまり本音を選択して夢中になって生きることそれが本当の幸せかなと思っています皆さんにとっていやあなたにとっての幸せとは何ですか もしよかったらコメントしてもらえたら嬉しいですおかちが言う本当の幸せを手に入れるためには本音で生きないと無理なんですよだめなんですよ周りの空気を読んで自分の気持ちを無視して我慢して犠牲死にして合わせてばかりいる建前で生きていると幸せにはなれないんですその理由は2つあります 第一に本音をマスクして建前で生きているとエネルギーが分散するまああの人どう思ってるかな一番取れるかな勝てるかなうまくいくかな嫌われへんかな大丈夫かなこの先生きていけるかな ていろんなことにエネルギーを分散させていると、本来やるべき、やりたいことにエネルギーが注げません。つまり、自分の実力が発揮できないんです。ストレスが溜まり、苦しさが溜まり、息苦しくなって燃え尽きてしまいます。2> 第2に、建前で生きていると、エネルギーが枯渇する。空っぽになるんです。 自分で自分のエネルギーを補給せずに認められること褒められること結果を出すこと自分の外側からエネルギーを得ようとしていると得ようとしていると。 周りの方に意識が行くしそれがね空っぽになった時に褒められたいとか認められたいとか何かこの相手からエネルギーを奪ってしまうようになるそうなると相手も疲れて、えー、相手がね自分の周りから離れていくんですそしてますます自分のことを認め,られ認めてくれる人褒めてくれる人を探して探して周りに合わせて生きるようになるそしてエネルギーは空っぽになるんです 本音で生きる人は、 自自分で自分分ででの気をを満たしますすすエネルギーを補給するんですいいところを見つけて自分との約束を守ってエネルギーをぐん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 自信そして勇気をぐん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 高めていきますそしてエネルギーがあふれているからいつもご機嫌で不安もなく等身大の自分で周りと接することができる自然に与えることができるようになるんです別に見返りは気にしない帰ってこなくてもいい だって自分で自分のエネルギーを補給されできるし満たされているからこのように本音で生きるとエネルギーが一点に フォーカスされてどん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 エネルギーが湧き出てくるので最高の自分のパフォーマンスをいつでもどこでも発揮することができるそうすることでいろんな問題を解決して周りからもありがとうねって感謝をされるようになるそしてその感謝も一つのエネルギーとしてさらに大きな力を生み出すことができるそのように本音で生きていたら自分そのものを肯定できそして最高の自分を表現しそして周りの人からも 感謝されるそんな本当の幸せを手に入れることができるオカッチはそのように確信していますここまでまとめると本当の幸せとはありのままの自分を肯定し最高の自分を表現することそのためには本音でで生きることが大切ですなぜなら本音で生きることで自分がやりたいことにエネルギーが 集中し最高の自分をそ,こで表現できますそしてエネルギーがどん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 内側から湧いてくるので周りに自然に喜びを与えることができそして自然に感謝されるそして相手も尊重し自分も尊重するそんな自分らしい生き方ができる本当の幸せを手に入れることができると思ってるんですだから本音で生きることが大切です。 とは言っても、本音で生きてしまったら、周りの人に嫌われるし、会社に居場所がなくなるし、社会で生きていけないんじゃないか。そのようなコメントもたくさんいただきました。これに関しては、僕の完全な説明不足でしたので、今回改めて補足したいと思います。本音で生きるというのは、具体的にどうやって生きるということなのか。 まず初めにお伝えしたいのが本音で生きるというのは瞬間的な快楽に身を任せて生きるということではなく理性をなくして本能的に生きるということでもなく好き勝手に生きるということでもないのです。本音で生きるというのは 本当に自分が望んでいることと繋がって自分の意志で選択し責任を持って生きる。そういうことです。どういうことか。このようなコメントがありました。本音で生きて上司から指示された仕事をやらなかったら上司に怒られて会社に居場所がなくなるやんけ。もちろんそうです。正解です。 やりたいようにやって言われたことに従わないそして会社に価値ある仕事を提供しないそれやったら嫌われて居場所がなくなってクビになりますでここで考えたいのはあなたが望んでいることは会社をクビになることですか上司に嫌われることですか会社に居場所をなくすことですかそれを本当に望んでいることであれば それを叶えるたたためににややりいいいいようにやったらいいと思います。でもあなたは上司といい関係を結びそして会社に居場所を作ってこの会社で働き続けることそれを本当に望んでいるのであればそれを叶えるための行動を責任を持ってするこれが本音で生きるということです。 本音で生きるとといいいうのはややりたいことをやらない面倒なことはもうやらんそうじゃなくて本当にもう瞬間的に望んでいることじゃない本当に望んでいることを叶えるために全力を尽くすということこれが本音でで生生ききるという生き方ですこのようなコメントもありました友達に思っていることを全部言ってしまったら嫌われてしまうもちろんそうですよねであなたは本当に望んでいることは嫌われることですか 何を望んんででいるかってことなんですよ友達といい関係を築くそれを望んでいるのであればそのために言い方を工夫することは必要ですよねで問題なのは本音が2つある時です友達とも仲良くしたい自分の気持ちも知ってほしいこの2つの本音が同時に存在する時この時が問題なんです多くの人は このどちらかを取ろうとすするんです1番か2番つまり友達と仲良くするそのために自分の気持ちを我慢するもしくは自分の気持ちを優先するために相手に価値観を押し付けてしまうジャイアンスタイルそして多くの日本人本音を隠して建て前で生きているそして空気を読んで生きている日本人は どちらかというと、自分の気持ちを我慢して、相手の気持ちを優先する、そういう人が多いのではないでしょうか。相手に嫌われたくないから、言いたいことを言わない。やりたいことがあるけど、みんなからちょっと空気読んでないなって言われるの嫌やから、それを、 我慢する自分はもっとパフォーマンスできるんだけど目立ってしまうと叩かれるからこれぐらいのレベルでいいやって抑え込んでしまう2つの本音があったときに自分の気持ちを我慢するということを選択して相手に合わせるということを選んでしまうそのような人が多いと思ってますそれは本音で生きるということにはならない。本音で生きるというのは 相手も尊重してそして自分も尊重する本音が2つあったらその2つの本音を両方叶えるそのために責任を持って全力で生きるということこれが本音で生きるということなんですその本音で生きるっていうのは技術なんです一言で言えばライフスキルこのライフスキルを身につければいつでも誰でも 本音で生きれます本音で生きることができてそして相手の人も尊重しながら自分らしさを表現して幸せに生きることができるそのように考えていますライフスキルとは何か目には見えない学力では測れない大切な生きる力です近年では非認知能力とも呼ばれています例えば自分を信じる力自信であったり自己肯定感 人とコミュニケーションする力共感する力コミュニケーション力そして問題がぶち当たったときにそれを乗り越えていく突破力ややり抜く力感情をコントロールする能力これがライフスキルになりますこのライフスキルを身につけていればあなたが持っている魅力や才能そして専門知識をいつでもどこでも発揮できるようになるんです逆に言えば ライフスキルがなくて専門知識能力だけあったとしてもそれはあなたの置かれているそこでは生かすことができないんですどれだけ英語力が高くても相手の気持ちを読み取るそんな共感能力がなければ外国人とコミュニケーションができないどれだけ優れた営業の技術があったとしても 自分なんてダメなんだって自信がなかったら得意先に訪問しないつまり売れない結果が出ないんですあなたの魅力そして才能天才性そして学校で学んできたそして今持っている専門能力あなたの力を活かすも殺すもライフスキル次第なんです このチャンネルではあなたがあなたらしく生きる最高の自分を表現して幸せに生きるためのライフスキルを紹介してます、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッて押してくれて仲間になってもらえたら嬉しいですあと概要欄にブログのリンクを貼り付けてますそのブログには えー、具体的に日常生活や職場でどのように考えたりどのように行動したら本音で生きられるのかっていう具体的なことを書いています興味がある方はそちらもご覧くださいあと SNS でも毎日発信していますのでつながってくださいはい、ということで今日の動画少しでも勉強になったためになったおかち頑張れという方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいですはい、The End. それではワンダフルな一日をお過ごしくださいありがとう最高のあなたが見たい